はい、富山チャンネルで、チャンネル登録者1万人をね、このシーズン中に目指します。はい、そこをね、中日ファンの方、そして中日ファン以外の方、はい、チャンネル登録ね、よろしくお願いします。はい、いやもうね、景色見てもらったらちょっと分かると思うんですけど、はい、まあ、オープニングもこの後見ててもらったら分かるんですけど、めちゃくちゃ急いでたんで、はい、ジャイアンツ球場でね、松田選手の引退、まあ、試合じゃないけど、それ見てから東京ドーム来たんで、ちょっとこのね、あのオープニング撮る余裕がなかったんで、はい、今試合終わった後撮ってます。はい、まあ、全力応援して、ね、もう声もね、めちゃくちゃ多分もう枯れてると思うんで、はい、こんなね、声を枯らして応援した中でね、しっかり中日再開達成に、このドラえま、またドラえま導いたんで、はい、しっかり導いたんで、中日に再開脱出を、ね、祝って、ついでにね、僕もチャンネル登録もね、よろしくお願いします。このね、ドラえまのね、全力応援が実ったということで、どうかチャンネル登録よろしくお願いします。はい、今ジャイアンツ球場からね、急いで東京ドームにかかってます。もう試合も始まっててね、1回裏だと思うんですけど、まあ、中日をね、再開脱出からね、再開脱出をね、ちょっとね、応援したいんで、今から全力応援していきます。やばい、あ、なんとか着いた。よし、やばいぞこれ。ちょっとヒットは打ったけど、まあ、今日勝ってもヤクルトが負ければ、ね、最下位脱出なんで、まあ、その景気づきにね、ジャイアンツサワーですよ。東京ドームといえばこれですよ。東京ドームに来たんで間違いない、甲子園にも安定にもね、置いてほしいですから。マジでマジでうまい、ガチうまい。うまっ、ジャイアンツサワーやばい、マジうまい。オレンジのこの濃厚感、たまんない。全然アルコールの味そんなしないですね。それは多分ピンチだと思うんで、席に戻ります。
ここを抑えたら絶対流れ来る。ファイトー、オーケー、オーケー、オーケー、耐えた、アイエー、アキラー、アキラー、さあ行こうか。京ドームに詰めかけた
ドボネチェノリチェカテドルカオエオI'm sorry.